はい、本日は昭和51年の日本ハムの投手陣を振り返っていきたいと思います。先発でね、2桁勝ったピッチャーというのが3人いるわけなんですがね、3人ともね、30歳を超えてるわけで、そのうち野村、そして高橋和美というのはね、移籍組じゃないですか。そしてね、期待のドラフト1位で入ってね、新人を取ったね、新見投手はね、まあ、この年2勝に終わるということでね、若手は伸び悩みね、まあ、ベテラン大というね、投手陣だったわけでございます。この日本ハムファイターズ、エースは高橋直樹投手。当時のね、日本ハム時代の、ね、映像ないんでね、ごめんなさいね、これはですね、もうね、40歳になるシーズンのね、コーチが、セーフ打ちでは日本シリーズのね、ピッチングになるわけなんですよね。フォームがね、やはり独特ですよね。そしてですね、このメガネをかけてるというところもね、特徴的なピッチャーの方ですよね。では51年の32試合全部が先発、19完投2冠、230回を投げまして13勝14敗、 3.25 という成績でね、まあ、ね、他のパリーグのエースに比べたらね、ちょっと勝ち星少ないんじゃないかと思われる方もいらっしゃいますがね、230回というのはね、2年連続の200イニング数超えでね、まあ、これはね、前年からね、5年連続ね、200イニング数を超えね、続けるわけですよね。そして前年は17勝、翌年も17勝とね、昭和54年34歳の時はね、20勝ねマークされてるピッチャーなんですよ。決してね、他のね、山田、村田、東尾なんかね、引き落とる、そんな感じのね、ピッチャーじゃなかったと私は思っております。張本勲選手とね、1対2の交換投手で、富田正選手とね、共に移籍しました高橋和美と、ジャイアンツ時代5年目はね、20勝でね、最多勝、そしてね、沢村賞を獲得されてるわけでね、まあ、そこからですね、なんとね、5年連続2桁勝利とね、まさにジャイアンツ V9 時代にね、活躍された左ピッチャーなわけで、こちらですね、阪急との日本シリーズでのね、ジャイアンツ時代のピッチングの様子でございます。まあ、バックにはね、ON がと書いておりますがね、41試合で14勝をね、挙げられたピッチャーでね、ちょっとね、制球力はっていう感じのね、今ね、ピッチングの様子ね、ちょっとボールなんか外れたりしてましたね、ちょっとね、晴れてますよね。まあね、この角度からのね、中継も懐かしいですよね。前年巨人ではね、6勝に終わりました高橋和美投手、この年は38試合25試合に先発、8完投2完封、188回と3分の2イニング数を投げまして、10勝12敗、3セーブ 3.38 とね、見事2桁で復活されるわけなんですが、まあね、その後ですね、まあ、腰をね、悪くするわけでね、まあ、年々低迷するわけですが、昭和56年にはですね、見事復活するわけじゃないですか。そしてですね、こちら5年ぶりのね、2桁勝利を挙げて日本シリーズ第一戦にね、先発するわけで、江川とね、投げ合うわけなんですがね、柏原選手、ソレイタ選手がホームラン打ってくれたということもあってね、まあ、ベテランね、古巣相手にね、熟練のピッチングね、まあ、先ほどのね、阪急とのね、日本シリーズに比べるとね、本当ね、落ち着いたね、ベテランのね、味というんですかね、まあ、制球力もね、格段にね、良くなってますよね。そしてね、4球団ね、所属しましてね、全12球団から勝利ね、第1号となりました野村修投手もですね、この年は44試合に登板、26試合に先発、12完投2完封、231回を投げまして、13勝16敗、2セーブ、3.04 というね、成績を残されております。まあね、この3人はですね、まあ、野村投手、高橋和美投手が30歳、高橋直樹投手がね、31歳というわけですからね、ちょっとね、ベテラン、移籍組みたいっていうところはね、否めないところですよね。じゃあ、若手はどうなんかと言いますとね、昭和45年、ドラフト1位で入団いたしました、杉田久夫投手。まあね、5年間ね、1勝しか挙げられなかったわけなんですが、この年ね、6年目にしましてね、22試合に登板、19試合先発、3完投2完、93回3分の2イニング数を投げまして、ね、5勝7敗、3.73 という数字。そしてね、もう一方、昭和47年、ドラフト1位、新見聡投手。1年目にですね、12勝を挙げてね、新人王、翌年も12勝を挙げるわけなんですが、その後4勝とね、勝ち星をね、落としていたわけで、この年は30試合に登板、12試合に先発、83回を投げまして、2勝7敗、2セーブ、4.77 とね、まあね、期待のドラ1組ね、2人合わせて7勝というところでね、若手がね、思ったほどね、まあ伸びてないっていうところなんですよね。そしてね、こちらが1軍のね、登録メンバーなんですが、まあ14人ということなんですが、ちょっとね、注目してほしいのが、ちょっと見にくいかもしれませんが、一番右の下、チームのね、トータルセーブ数というのがね、1桁なんですよ。9セーブなんですよね。これはですね、トップのですね、南海ホークスのね、チームセーブ数27セーブに比べるとね、かなり少ないじゃないですか。そしてね、他の5球団はね、すべてね、これ2桁でセーブ数上がってるわけなんです。
ここはね、大沢監督はね、ちょっとね、改善ね、しようとされていたんじゃないかなと思うわけなんですが、こちらはですね、南海ホークス時代のね、村上正則投手のね、まあ、ちょっとね、貴重な映像になるわけなんですが、ね、左のワンポイントということでね、福本豊選手に対してね、これ、リリーフしたところなんですが、このね、村上正則投手ね、まあね、この年ね、日本ハム移籍1年目になるわけなんですが、32試合でね、先発はそのうち1試合ということで、1勝53回を投げましてね、3.74 という成績を残されるわけなんですが、翌年からはですね、61試合で7勝4敗、6セーブ、112回、3分の1を投げ、2.33。翌々年はですね、57試合で12勝11敗、10セーブ、136回と、3分の2を投げ、3.02 とね、まあね、リリーフとしてね、活躍されるわけなんですよ。この頃ね、どのチームもね、抑えの切り札というのはね、重要性ということでね、それをね、確実にね、まあ、どのチームもね、躍起になっていた時代で、ね、そしてですね、昭和56年ね、エース、高橋直樹投手をね、放出してまでもね、獲得したのが、こちらの江夏豊投手で、45試合に登板、3勝6敗、25セーブ、83回を投げ、2.82 とね、まあ、優勝請負人とも、ね、言われておりましたがね、見事日本をね、優勝するわけじゃないですか。そしてですね、またまた移籍組、野村治投手とのね、まあ、トレードで移籍してきましたね、こちら。真柴投手もですね、この年はなんとね、まさかの15勝無敗というわけですからね、すごいですよね。まあね、うまいことね、トレードというのがね、いった、そんな感じするじゃないですか。まあ、移籍組をね、うまく活用するのはね、大沢監督、上手なわけなんですよね。そしてですね、こちらのね、木田勇投手もね、前年ね、新人の年にね、22勝をマークしてましたがね、まあ、この年は10勝。そしてですね、こちら岡部投手はですね、5年目にしてね、13勝をマーク、2.70 でね、防御率のタイトルも獲得されたわけなんですが、まあね、この2人ね、その後ね、ちょっと伸び悩むわけでね、まあ、こちらのね、工藤投手もですね、翌昭和57年はね、20勝をね、マークするわけですからね、怪我の影響なんかもあってね、この人もね、まあ、伸び悩むわけなんですよね。なんかね、新人選手っていうのは、パッと活躍してもね、なんかその後ね、伸び悩む傾向になるなって思うんですよ。一方ね、バッターはですね、まあ、ドラフト戦略もね、よくね、高城、そしてね、古谷選手なんかもね、うまいことね、こう薄いポジションにはまっていってね、こう成長していくわけじゃないですか。どうもね、若いピッチャーはなかなかね、こう、パッと勝ってもね、なかなかね、それがこう続かない、そんな感じですよね。まあね、そんな傾向もね、昭和51年にも、ね、出ていたわけなんですがね、結局ね、ドラ1組のね、杉田投手、新見投手というのはね、まあ、トレードでね、移籍していくわけですからね、まあ、移籍はね、本当ね、活発な、そんな感じしますよね。若手のみならずね、エース高橋直樹投手も放出ね、まあ、野村治投手もね、トレードとね、まあ、さっきのね、昭和51年の陣容の選手ってね、56年優勝するときにはね、高橋和美選手しかね、残ってないですからね。この年ね、昭和51年はね、まあ、先発陣はね、30歳後の、ね、3人が2桁、まあ、そのうちね、2人は移籍組だしね、まあ、ドラ1組もね、ちょっとという形なので、まあね、この辺をね、またまたシャッフルしてね、まあ、トレードでね、こう活性化してね、後に優勝にね、つなげていったという、大沢監督の、ね、まあ、戦略なんでしょうね。まあ、本日は昭和51年、日本ハム投手陣をね、振り返ってまいりました。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。では